の YouTube でポンキー今日はですね、はい、あまりちょっと大声出せない場所にいるんですよ、うんうん、なぜかというと、はい、11月の1日から11月の5日、うん、私の相方である鮫島ひろみさん、うん、プライマリーエチュードというですね、うん、お芝居に出るんですよ、うん、お芝居のその練習小屋、うん、稽古場ね、稽古場、うん、稽古場になんと黙って侵入してなんと思っております。まあ知り合いであるゲッツさんとか、うん、あとはあの昔で一緒にできられた尾身川千秋ちゃんとかいらっしゃるんで、うん、きっと歓迎もだと思いますね突撃レポートしたいと思います。ゲーイこれはこれはちょっと待って、はい、ケンちゃん、なにそんなのいろいろ調べちゃうあなたの携帯の GPS をこうやってスカウターでこうやってお母さんかもうあの稽古もうあのえそうそう終盤でじゃうちの、ねはい、YouTube チャンネルで宣伝できるじゃないですか YouTube そう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 バンバンバンの YouTube でバーンほら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 もう今日2本撮ったからもういいじゃんいやダメ2本撮ったらもういいじゃん今日いいじゃんいろんなね出演者さんもいますからインタビューとかだあの撮っちゃダメな人いるから撮っちゃダメな人そういるんで撮っちゃダメな人カットしたらいいよカットしたらいいよそんなもん後でいた後でカットすりゃいいんだよそんな取材的なこと取材的な感じですよちょっと取材の判断をお兄ちゃんお兄ちゃんCGC の代表のお兄ちゃんでーすあいいでしょう来ちゃって来ちゃった、はい、いやちょ稽古なんでちょっとすみません白塗りの人はそこなんだ白塗りの人なんで表現ちょっとちょっと白塗りは初めて来ました鮫島さんがほらねっこう CC 出てくれんじゃないですか、はい、ねっこう出てなんかこうどうですそのあもう結構稽古の様子とかいやでもやっぱねあの前にね共演してるから。ああ。まあなんだ君も共演してるんだけど。まあ、そうですよ。だってバンバンバン2人で共演してるっていうね。この姿でも共演してるもんね。そうそう。この姿でも共演してる。この姿でも。CCC 出てもらってます。そうそうそう。なんと3回公演だもんね。そうですよ。そして11回公演出てもらってね。バンバンバン時を超えて。いやでもやっぱね、笑い芸人じゃないとできないアクトしてくれてますよ。ああ、嬉しい。なるほど。うん。あ、嬉しい嬉しい。普通の役者さんでは違う。こういうことやってよとか、もっとなんか面白いことやってって言って、面白いことやってって言ってできる人あんまいないじゃん。まあまあ確かに。究極の振りですもんね。面白いことやれてるってことですね。そうだね。究極の振りだもんな。そう。やっぱね、お笑い芸人なんで嫌って言わないよね。ああ。それはいいんだと思うね。なるほどね。そうそうそう。まあ確かに言わない。はいっつって。はいっつって面白いことやるから。現場じゃないから、まあまあまあ、そうそうそう、ここに行ってはみたいな、そう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 、っていうのをちゃんとやってる、ああ、ありがたい、そう、だしね、やっぱね、やっぱ面白いよ、やっぱ、究極に褒めてくれる、超恥ずかしいな、すごい褒めてくれる、だからね、本番に見に来た人は絶対面白いから、おお、絶対面白いから、どういう役回り？まあ、ちょっと多く言えないところもあるんだけども、1920年代の禁止法の時代のマフィアの話なんだけど、その武器商人、あ商人、武器商人だから、いろんな勢力に武器を下ろしてる悪いやつ、そうそうそう、うん、悪いやつだけど、気弱気弱な悪いやつ、ああ、実際もそうだもんね、うっせぇな、すごいうっせぇな、素晴らしい、今日いいですか、いろんな方にちょっと、もう帰れよ、もう一回聞いたらいいやんなんだよ、いや
やーいって来ちゃったからしょうがないチーム感はフリーザーですいろんな方にありがとうございます まだ稽古始まってないから今のうち聞くなんで今じゃじゃあもう作業中だからケツさん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 いやそうなケツさんうるせえななんでそんななんでそんな感じなんで久しぶりに会えるからこのそうそうですねどうもゲッツですゲッツさんです元ね元仲間ですあ元仲間元仲間いや今仲間だよ何元仲間そうチームは離れたけど今も仲間だそうだそうですそうでしたサメシマさんゲッツさんから見てサメさんどうですね浮いてますねそんなことないだろ馴染んでるだろあんだけみんなからいじられて本当すごいよすごいいじられてますからめっちゃいじられてるめっちゃいじられてるそう信じられないおいや映っていいの映っていいのあれこれ切って貼っていや映っていいの大丈夫だろいやもうこれおみおみがちだったんじゃないまあそうなんだね久しぶり久しぶり稽古が始まるから早く準備したいそりゃそうなんだよ作業員そりゃそうなんだよ邪魔なんだよすごいゲストがたくさん出るですねお芝居ですからねまあでも本当今みたいにサメさんもなんか7-1 ぐらいでいじられ続けてる信じられない信じられないでしょ信じられない大人気邪魔なのかなやっぱり邪魔なんだよ邪魔なの気づけ邪魔なのかなやっぱり今日はなんかねこう大事なそろそろもう稽古終盤で結構に入ってるので早く帰ってほしいすいません本当に面白いお芝居僕は11月2日空いてるんで見に行きます。あ、本当ですか。じゃあチケット買ってください。そっちから買います。誰こぼすんだよ。2日に来るんです。2日に行きますんで、皆さん山本さん、フリさんやったかったら2日に来ればいいかも。あ、フリさん、山本さんが山本さんが行く。山本さんが適当にいるかもしれない。ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。イエーイ。ジャンケン、ジャンケンお願いします。え？なんだよこれいや、ほんとさおみちゃん、ね、おみちゃんの距離感よほんさ、ほんと声優ファンから怒られるから我々はアニメビデオコッパみじんなんだそれ番組面白くなそうな番組いろいろスポンサーもかかってたけどやめろ番組共演したおみちゃんもねえどうです鮫島さんバンバンバンコンプリートだってこれでコンプリートあるそう連絡嬉しい嬉しい出るって知らなくてああ初日の顔合わせで初めて知ってなるほどね初日からうわー面白いことやってーとか言ってなんなんだこれだってコミちゃんで変わんないのよどういう距離感のそれがだっていういや本当に無茶ぶりガンガンしてるからめっちゃ怖かったよ違うんですよその前になんかちょっと遅れていらっしゃってちょっと直撃そしたらそのハカさんがいやすごく面白い笑い芸人さんがいらっしゃるのタカちゃんも言うのえ、そうなんだアングル上げるなで、山本さんの相方さんだからもう絶対面白いに違いないと思ったから入ってきた瞬間面白いって入った瞬間面白いってそう遅刻した俺を見て面白いって私的にはすごい歓迎の印だなるほどね盛り上げ盛り上げようと思って確かにね全く知らなかったから本当やべえ人がいるなって早くこの公演終わんないかなってその瞬間にその瞬間に思いましたでも今は俺は大好きです。おー来たどうですあの鮫島さんのこう全体の流れとかの演技こうおみちゃんとこういうのうっせえな。うっせえな。本格的なダメだ。面白いって言えばいいんだよ。そこは。面白いですって言えばいいんだよ。すごい。うっせえ、うっせえ、うっせえ。おみがわさんはね、面白い。おみちゃんは。あと、台本を話すのも誰よりも早かった。まあまあ。皮膚を引っ張る。皮膚を引っ張る。汚れてるんだ。しょうがない、しょうがない。大変なのよ、もう。今日は、何の。これでダイヤかおかしい。お芝居お上手だから。これでダイヤかおかしい。気がち気がちるそう。誰もできない。入んなくて終わっちゃう。でもその絵欲しくないですか。いらないいらない。邪魔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 になっちゃう。バンバンさんファン的にはどうなんですか。こうそれぞれがお芝居にしていらっしゃるの。あ別に悪い気はしてないじゃないですか別に。コンビ。
リーでやってるよりもソロの方がいいって言ってそんなことはないよ。あのね、なんだかんだ20年やってんだから。そうだよ、仲いいんだから。そうよ、割と仲いいんだから。そうよ、内緒なんです。はいはい、内緒なんです。結構すごいお話しするときに好きですよ、山本さんのこと。それはだってもう38年の付き合いですよ。そうそう、小学校1年間の付き合いだから。それはもうなんかなんだかんだでも言って山ちゃんの話題は出しますけど、いい人間だからなみたいな。まあそう受け取ってもらえたら、ね、まあね、いやありがたい。キュンキュンだなって思って。あ、キュンだな。終わろう終わろう終わろう。じゃあフリーザじゃんけん。いや、やるか。フリーザじゃんけん。今回ヒロイン、ね、ヒロイン、プライマリーズヒロイン役でございますので、はいね、ぜひご期待ください。はい、終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントなどよろしくお願いします。来ないと殺しますよ。フリーザじゃんけん、じゃんけんぽあ、ちゃんとじゃんけん。ボブじゃないから、ボブじゃないから。